はい、501。待って、このアパートさ、ちょっと人殺し起こりすぎじゃない？大丈夫？そんなね、鉢植え。一件起こっとってもあれなのに二件とかあります？やられた。部屋が荒らされてるわけじゃなかったけど、空き巣だなって俺はすぐに気づいたよ。俺は何に気づいた？何に気づいた？鉢植えって書いとったもんね。これ？なくなっとるってこと？ふんふんふん。6個並んでるはずの鉢植えがそこだけ消えていたんだ。鉢植えなんか盗んでどうするんだろう。人のものを盗む異常者の考えなんて知りたくもないけど。まあね。そういう犯罪者の思考はよくわからんよ。ま、泥棒に入ってくださいって言ってるようなもんだよね。鍵を忘れて仕事に行ったんだから。自分の不始末だけど、鍵をかけ忘れることになった原因は絶対あいつ。鍵をかけ忘れることになった原因？何？どれ？これ寝そべってるのは本人かな。大事なものが盗まれた。それが盗まれる理由がわからず焦った俺は取り戻すことに必死になっていたんだと思う。ああバカだ、警察に助けを求めるなんて。え？この人もなんか犯罪者ってこと？犯罪者やのに自分のことを棚にあげてなんか助けを求めてしまったみたいな。何？何が原因？てか何が散らばっとんこれ。なんかよくわからんけど。電話、あ、何覗ける。2018年8月1日7時4分。全然連絡くれないけど、もしかしてスマホ使えないのかなって思って送ってみたんだけど。病気？寝込んでる？家教えてくれたら行くよ。てか家も知らないって私って本当に彼女なのかな？見たら電話ちょうだい？家教えてもらえてないのは彼女じゃないと思う。そんな彼氏います？聞いたことないよ。あ、てかあの何？あの、まるでさ、点々点を表現するの私中学生の時とかめっちゃやりよった。あ、これ？これが原因ってこと？違うやん、全然。どういうこと？でも、覗けるってことはここになんかあるってことよね。どれ？鍵をかけ忘れた。彼女っていう部分、なんかここだけ強調されてない？あ、なるほどね。朝から彼女の機嫌取りで遅刻ギリギリ。おかげで鍵を忘れたってわけ。女って最初は可愛いんだけど、だんだん鬱陶しくなる。黙っていれば可愛いのにって鼻見て思うよ。なんか、彼女は彼女なんかな。やっぱり元カノが一番だ。6人目の彼女も元カノと比べてしまってる。元カノなら一生束縛されてもいい。その証拠はどれ？あ、これ？指輪や指輪。え、ないやん指輪。どこ行った？婚約指輪を元カノに送った。受け取れないって言われたけど、今でも元カノの薬指にはこの指輪が輝いている。思い出に浸っている場合じゃないな。早く鉢植えを探しに行かないと。え、どういうこと？婚約指輪を元カノに付き合っとる時じゃなくって、別れてから送っとるってこと？だって受け取れないやもんね。今でも元カノの薬指にはこの指輪輝いている？え？受け取れないのに？どういうこと？え、意味がわからない。え、終わったん？ 501 号室終わった？ 502 号室。優等生。ふんふん。僕、泥棒なんてつもり全然なくってさ、ピンポンダッシュして遊んでただけなんだ。そしたら、ドアが開いたんだもん。最初は覗くだけのつもりだったけど、こっそり借りることにしたんだ。僕が借りたものは？あ、これ鉢植え。さっきの501号室の人の。学校でもこんな大きいひまわり見たことなかったよ。きっと栄養がいいんだね。これを使ったら先生に褒められると思ったんだ。盗んじゃダメだよ、盗んじゃ。別にひまわりなんか好きじゃないよ。僕は優等生だから、こんなめんどくさいこともやらなくちゃいけないんだよ。僕がめんどくさかったのはどれ？観察日記。そういうこと？夏休みのってことかな。ひまわりの観察日記が宿題の一つだったんだ。一日で終わらないし、面倒だよね。結局お世話に飽きちゃって、僕のひまわりはすぐ枯れちゃったんだ。しかも、優等生っていうか、宿題出されたんやったらやっていくのが普通やけどね。
借りてきたひまわりのおかげで楽に宿題が終わると思ったのに、母さんにひまわりが見つかっちゃった。返してきなさいって言うけど、僕が隣の人に怒られるじゃん。もう悪いことしたんやけん、そりゃね。返すのが面倒になった僕はひまわりをどうした?え?何?どうしたの?え、ひまわりなくなっとるやん。何これ?プランター?隠した。ここに登ってひまわりの鉢を落っこ、ひまわりの鉢を落っことした。下に誰かいてもよかった。だって優等生の僕がわざと落とすわけないでしょ?大人を騙すのって楽勝だよ。え、怖い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 。普通に殺人。殺人だよ、それ。ね、下に誰か通りかかっとって、当たったりとかしたらね、え、やば。わざと、普段優等生やけん、もしそんな事故が起こったとしても、ま、この子、わざとやったわけじゃないんですって、周りが言ってくれるってこと?え、怖い。何その、その思考回路の小学生。恐ろしい。物欲。刺されたと思った。でもそうじゃなかった。私を傷つけたのはどれ?どういうこと?何?早速。私を傷つけたのはどれ?あ、鉢植え!え?落ちてきた?下通り寄った?大丈夫?割れた鉢植えの破片が私のふくらはぎを傷つけた。上を見上げたら子供が泣きそうな顔をしてたから、いいよって笑顔で許してあげた。優しい?え、優し、え、大丈夫か?ちょっとずれとったら死んどったやん。普通なら絶対あんな。クソガキかな。許してないけど、割れた鉢植えからそれを見つけて思わず笑顔になっちゃっただけ。え、指輪?これ?え、この指輪あれやない、さっきのあの501号室の人が言った元カノがどうっていう。割れた鉢植えの中から指輪を見つけた。光物に目がない私は、鉢植えを片付けるという名目で指輪を手に入れた。少しサイズが小さかったけど、指輪はちゃんと私の指にはまったわ。おー。え、なんやろ、元カノ。え、でも今も元カノの指に光ってるとか言わんかった。チリトリの中身を捨てる。さらさら落ちる土に混じって何かが落ちた。最初は何かわからなかったけど、それに気づいたからすぐに指輪を外そうとした。私は何に気づいた?え、何?何何何何があった?チリトリ。チリトリ。え、何?底なしの物欲が自分でも嫌になってたけど、最後にこの欲が生きている証だったんだなって他人事みたいに思った。え?最後に、何?死んだの?この人。この欲が生きている証だったんだな。え、ってことは物欲がなくなったってこと?急に。え?どういうこと?もう指輪外そうとしよるもんね。なになになに?あ、なにこれ?覗く。え?ね?え?マニキュア塗った指があるんやけど。元カノの指?殺したの?え?これ鉢植えの中身やろ?ひまわりとかあるし。殺して鉢植えに埋めとったってこと?それが爪だと分かったとき。どうして鉢植えから指輪が出てきたのか知りたくない答えにたどり着く前に、早く指輪を外そうとした。さすがに物欲があるけんって、不気味な指輪はつけたくなかったってことか。強引にはめた指輪は私の指から離れてくれなかった。外そうとして気づけば深夜2時を回っている。焦った私はインターホンが何度も鳴っていたことにようやく気づいた。きっと普段より冷静じゃなかったんだと思う。慌てた私はどうした?深夜2時を回っている。さっきの時点では多分あの小学生がまだ起きとったってことやけん。結構早い時間。そんなにかかる?マジで?焦った私は、ドア、え、なに?焦った私は、深夜2時を回っているのに相手も確認せずに扉を開けてしまった。あ、なるほど。対応した相手はおかしな男だった。大事なものを探しているという割に私を見てあっさり帰っていったんだもの。これから鉢植えを買いに行くんだって。指輪を探しとって、え、この人のことも殺して鉢植えに植える気ってことかな。え、最後や。202号室は?まだやね、開いてない。じゃ、501の大事なもの。指輪?
語り手は503号室の彼女を見てあっさり帰った。彼女の指に元カノに送った婚約指輪を見つけたからである。語り手が元カノに送った指輪を受け取っていない元カノがはめているのは、語り手が殺した後指にはめているから。殺した後はめた。ひときわ大きなひまわりは、語り手に殺された元カノが栄養になっているためだ。え、怖い。そんな鉢植えの中にあるはずの指輪が、503号室の住人に見つかったということは、指輪をはめた元カノの指も見つけられた可能性が、口封じ。語り手は彼女を口封じしなければならなくなった。これから買いに行く鉢植えは503号室の住人が入る鉢植えだ。うわー、つらー。うわー、なるほどね。502の泣きそうな顔。別にね、なんか悪気とか何にも感じんかったけど、一応泣きそうな顔はしたん、本当に。優等生である語り手は大人を欺くことを容易だと言っている。そのためここで見せている泣きそうな顔も大人を騙すための手段に過ぎない。よね、やっぱり。ひまわりの世話に飽いたという理由で、隣から鉢植えを盗んでいることから、生命を軽んじていることがわかり、人の頭上に鉢植えが落ちることも厭わない。知識欲が豊富な優等生は子供ゆえに危ない好奇心で旺盛だ。ふんふんふん。まあ、まあ、でしょうねっていう感じのことばっかりやね。光物に目がない。部屋を埋め尽くすのはブランドの紙袋。高価なものに目ざとい語り手は見つけた指輪の価値に飛びついた。しかし、物に執着する割に手に入れたものの多くが部屋で乱雑に扱われている。この矛盾が語り手は物に固執してるのではなく、何かを得たという報酬刺激に傾倒していることを示している。まあ、要は集めたいだけっていうことなんやね。でもなんか、わからんでもないけど。わからんでもないけど。え、202号室は結局、まだ行けない。じゃあ601号。なんかでかくない?ここ。あ、管理人室。なるほど。管理人室って一番下じゃないんやね。私は管理人の妻です。先ほど一本の電話に出た夫が、行く先を濁して部屋を出て行きました。短気で愚痴の多い夫が、このところ妙に優しいこともあり、私はすぐある疑いをかけました。それは何?え?不倫?あ浮気そのものズバリ書いてる。急に優しくなった夫に浮気の疑いをかけました。夫が出かけたこの隙に証拠を掴んでやろうと思ったんです。ふんふんふん。管理人さんの家もなんか病んでるな。夫が隠しているつもりのその場所から、とうとう証拠を見つけた気がしました。なぜならそれは、この家に不必要なものだったからです。私が浮気だと思った証拠はどれ?ん?どれ?うわ、あ、なんか、覗ける。なんか汚い。世界の車、マル秘カタログ。車を買おうとしてる。違う?疑いが確信に迫るようで、鼻歌混じりに部屋を荒らしました。もう奥さんをする必要がないと思ったんです。まあもういい奥さんでいる必要は。PC ディスプレイ。冷凍冷蔵庫。ぐらいしか読めんね。冷凍冷蔵庫。すでに冷蔵庫があるこの家庭に冷凍庫は不要でした。きっともう一つの家庭に必要なの、あ、そういうこと。なるほど。夫の帰りを待って問い詰めるつもりでしたがやめました。夫はよほど浮ついていたのでしょう。夫は向かった場所の痕跡を残していったのです。夫が向かった場所とは?場所とは?このマンションの中やとしたら、あ、202号室。マジか。ここで繋がるん。202号室の合鍵だけなかったんです。こんな近場で浮気する夫のバカさ加減には笑いが込み上げてきました。夫の引きつった顔を楽しみに私はその部屋に向かいました。え、これで、202号室が開く。開いた。待って、その前に。はい。601の楽しみ。夫の浮気疑惑は確信に迫ったというのに、悲しみや怒りではなく喜びを浮かべている。夫の隠し場所を以前から把握して黙っていること。
もう一つの家庭がいることを予想していることから、多額の慰謝料が転がり込む瞬間を楽しみにした。そういうこと。あ、もう別れる気満々。え、じゃあもともと別にそんな好きじゃなかったってことかな。管理人っていうなんかこう立場のある人やけん、お金持っとるやろうな的な感じで一緒になったってこと？え？じゃあここに管理人さんがおるってことかな ?202 号室。やってきたよ。開かずの扉。2階の入居者から、異臭がすると苦情の電話が入った。ありえないと思ったが、確認しないわけにもいかず、再びこの部屋に来た。ありえないと私が思う根拠は。あ、そうよね、2階ってあれか。あの、排水口からめっちゃ匂いがするって言って、で、結局202号室空いてない、203号室も、部屋が臭くなってきたけん、掃除をって親友に頼んで、で、掃除が終わったのに、まだ匂う。鼻までおかしくなったのかみたいなことを言ったよね。この部屋ってこと？ありえないと私が思う根拠。でもゴミだらけやけどこの家。どういうこと？ありえるやろ。何？やはりありえないのだ。しかし気のせいだとごまかすにはあまりにも強烈な匂いが私の失敗をほのめかしていた。失敗？え？強烈な匂い。え？この家の住人のこと殺してる管理人さん。え、待って、これ冷凍庫じゃない？ちょ、さっきまで普通にタンスかと思いよったけど。この中に死体しまっとるってことや、冷凍庫。入居者を浴槽で発見してからというもの、ずっと冷凍庫に入れていたのだ。凍った遺体から匂いなどするはずがなかった。え、殺したんじゃないんや、死んどった。え、でもそれなら別に隠す必要なくない？自分が殺したわけでもないのにね、逆に罪になるやん。自殺されて迷惑する人間もいるのだと、個人に当たっても仕方がなかった。自殺なんや。私はすぐに腐敗が進んでいた原因を探した。あ、それはもうこれネズミがかじって線が切れとんや。コードを噛みちぎったのだろう。感電死した犯人が転がっていた。なるほど。これでは冷蔵庫は使い物にならない。中では膨らんだ遺体が溶け出していた。生々しい。どうにかしなければ。一度始めてしまったことだ。後戻りができなかった。混乱する頭で隠す方法を考える。私が遺体を隠し続けるのはなぜ？え、だってね、あれやろ？自殺やったんやろ？隠す必要も何もない。普通に警察に引き渡せばいいのにね。え、だって多分あれやん。浮気でもなくない？多分ね、わからんけど。あ、なんか覗ける。なるほど。事故物件。で、自殺は該当する。事故物件扱いになってしまうけん、隠さんといかんってこと。え？違う？ふと扉を叩く音と愛する妻の声がした。私はそこで観念し、潔く諦める決心をした。ほら、管理人さんはやっぱり奥さんのこと好きなんやね、ちゃんと。じゃあなんか慰謝料、ワクワクとかなっとる奥さん。なんか管理人さんがかわいそう。こっちか。自殺があった部屋は事故物件であると告知しなければならなかった。しかし、事故物件というのは見聞が悪く、経営を危ぶんだ私は見つけてしまった遺体をなかったことにしたかった。妻のためにも、その思いでここまで来たというのに、その妻に全てが見つかり、彼女はヒステリックに私を責め立てるだけだった。ああ、もう一つ隠したのだ、いっそ。え、奥さん殺すつもり？え？最後まで遊んでいただきありがとうございました。待って、エピローグ。知ってる？あそこの管理人、捕まったんだって。ほら、あそこ、治安悪いから。変な人間、多かったらしいわ。ここは治安もいいしね。今時、隣人と関わるなんてないし。まあ。
私、一度も隣人の顔なんて、見たことないんだけど。これは一体誰なんやろ？ちょ、待って、さっきのさ、最後の。202は一つ隠した。管理人はこれからも隠し通すことに決めた。一つと数えた夫は二つ目の遺体になるだろう、妻を数に入れた。うわー、愛する妻を殺すつもりなんやね。そこまでしても、このマンション、な、収入を守りたいっていうことなの。結局、愛より金なの。え、つら、つらすぎる。ほい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これは捕まったのは管理人さんだけ？いろいろ調べていったらね、いろんな住人が捕まると思うんやけど。殺人マジで起こりすぎ。絶対住みたくないやん、こんなとこ。怖っ。